菅西祥は、日本の実業家。画号はきも元セントラルガラス常務取締役、監査役。第94代内閣総理大臣官直人の父。政治運動家、菅玄太郎の祖父。三井信託銀行専務を務めた、平地博和は、長女の夫。広島大学医学部教授を務めた医学者の辻田健也は義弟。 岡山県久米郡福渡町下高目出身。江戸時代、関家は村の庄屋を務めた家柄であった。父の菅美祈は開業医であり、久米郡医師会長、軍会議員等を歴任した。1936年、東京工業大学応用科学科卒業。1937年1月、宇部総田工業に入社。取締役技術部長を経て1965年。 セントラルガラス乗務取締役に就任。1977年、同社監査役。1991年3月18日、急性肺炎のため死去。趣味は俳句、歌い。宗教は日蓮宗。長男直人と、名神師の結婚について、ジャーナリストの奥野修二によれば、信子さんから聞いたのですが、信子さんの母親が上京し、兄弟でも、 ある双方の親が顔を付き合わせて話し合ったそうです。ですが、そのうちに、日本は核武装すべきかどうかの大論争が始まり、結婚話はそっちのけ、何度か開かれた家族会議も、そんな調子で、最後は皆疲れて寝てしまっていた、と言っていましたねという。AB、現代ぶっこ者、時点1991から1993。 B198 関係経図 AB 第21班人事更新6961年数15ページより、週刊新調136ページ ABCDE 第16班人事更新6951年数のブス7ページより、第21班人事更新61961年には、杉七郎七、女とある。ありがとうございます。